迷い込んだ感すごい。覚えやすいなって思ったんですよ。ちょっと郊外で、はい、ムーラだから。本当に可愛い集落みたいな感じでした。こんな建物がずっと残ってるのすごくない？カメラマンさんとか編集者の方はきっとこの辺りもロケハンしてくれたんだろうなって思うと、なんか被写体としたらこういうところまで連れてきてもらえるからこそ表現できる何かとか解放できる何かがあるんでしょうね。なんかこういうポーズ撮ろうって思って望んだ場所一個もなくて、空間に乗せられるっていうところはありますよね。あれこれじゃない？違うか、え違う、お店違うか。でもなんかこういう感じのお店がいっぱいあるんですよ。この辺写真撮りました。なんかどっかにワンちゃんがいて、あ懐かしい、ここだ、ここじゃない、ほらあれあれ、あこの人、あえ一緒に写真撮ったよね。え本当本当、あいつやっぱフォトグラフ、え野犬村の犬ってすごくないですか。え内装も全然違うんですよ。そうなんですか。そう違う。The floors are different, right? The floors are different. Yeah. The dishes are handmade. It's everything. And the table. The table is bigger. そう。なんかなくなっちゃってたらどうしようっていう気持ちがちょっとあったから、会ってくれたことが嬉しいです。で外も何もなかったです。危ないから気をつけてって言われながらカメラマンさんに写真撮ってもらった記憶があります。すごくないですかこの開放感、電線とか全然ないの。もう結構撮影終盤だったからちょっと寂しさもあり、あこれ終わっちゃったらもう明日カメラマンさん帰っちゃうんだなみたいな気持ちでいましたね。バルセロナは行ったとしてもここに来るとかっていうね、わざわざ行かないといけない場所、なんか名所みたいな場所じゃないからすごいですよね。わー美味しそう、 so delicious. Thank you. すごいいい香り、トリュフの。美味しすぎる。チーズのもったり感とか全然なくて、トリュフの風味と、なんか出汁みたいな。私、スペインに来てすっごい食べてるな。いただきます。 Google Pixel Presents Another Sky